毎週金曜日都市伝。はい、ということで本日も都市伝に詳しい横田先生です。誰だお前は。シャッ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 スプリン。人事に救われたことだけは忘れない。はい、ということで本日もね、とっておきの都市伝説を持ってきてくれたんですけれども、はい、今回はね、先にロケに行かせていただきました。はい、その会場に行っております。会場っておかしい、現地にね、現地に行っております。はい、じゃあ VTR をどうぞどうぞどうぞ。今回の舞台、お前がすんの？舞台はサンシャイン。2回舞台言うてるやん。あの有名なサンシャインです。全然聞こえへん。恥ずかしいわ。だよね。まあ、細かい話は後で伝えるとしまして、このサンシャインが実は処刑場だったと。マジで、まあ、マジでっていうかターボーさんが言ってたんですけど。恥ずかしい。お手伝いさんが言ってたんですけど、その隣にある公園がなんか処刑台の弾頭が残ってる。そうですね、今日はそこで処刑をされるの。あれねえよ。え、舞台はこちらですわ。いや、この真横にある公園、もうね、我々クラスになると分かります。それなんです。やばいです。ちょっとね、ほんと俺らいろんなとこ経験して雰囲気で分かるようになってしまった。慰霊碑みたいなのがあるのよ。慰霊碑、これを一瞬ノリだけアップ。俺もこれ知ってんだけど、このセンス、うん、実はそう、その名残からかその時の霊が出るらしい、この声。マジで言ってる。夜はやばいって。やばい、夜はやべ。じゃあ今昼だから一緒に帰ろうぜ。そうだ。マジで、マジで、マジで安全マジで。はい、もう目の前よ。ここがもう、これはやばい、地形台なんです。ああ、こちらです。うわっ、なんかもうそんな感じするもん。地形台やったみたいな。ああ、ここが、え、ここで処刑されたの。そう、ここが地形台なんだよ。え、うん、そう、そんな、ここが死刑台、タイムリーな場所だった。そう、え、やばくない。なんかもう形がもうなんかっぽいもん。形確かにっぽいわ、ね、ここだけ色違いっぽいもん。おかしい、なんかおかしい、ここだけ。先般、うん、A 級戦犯、B 級戦犯、C 級戦犯の人が処刑された。B 級C 戦犯すごいな。そうね、第二次世界大戦、そう、戦争の時の時に捕まえた、そうそうそう、スパイとかを。先輩の人ここでやられた。海外のロシアとかのやつが。あ、海外なんです。日本じゃない、日本じゃない、海外のやつを捕まえてここで処刑する。あと一つちょっと言いたいことがねあるわけなんだけども、処刑された人数が60人なわけなんだけど。嘘だろ。え、だ、嘘でしょ。ここで、ここで、待って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 、後ろを見てください。待って、これは、はい、マジで、はい、カメラ、こっち来てもらって。はい、カメラ見て。え、嘘でしょ、嘘でしょ。これ60回でサンシャイン60っていうわけなんだけども、この処刑の人数からサンシャイン60って名付けたんではないかって言われている。うーわ、60人でも決まってる。60人決まってる。そう、結構弱くつきながら疑惑が出る。なんか取り壊しをしようとしてもなんか事故とかが起きてうまくできなかったらしいっていう。あー、それあるわ。すごいところで休憩してるやん。これやばいよね。この辺すごいんだね。そう、やばいの。じゃあ詳しくはまたお家でお話ししてください。そうだね、具体的なやつは家で。例えばあそこの奥の木、ちょっと、あ、ほんとだ、ほんとだ。うわ、映った。映ってねえよ。俺は俺だ。俺が俺です。まあ、そう、やばい。はい、ということで見ていただきましたけど、はい、こっからはね、ドテジラさんに詳しく説明していただきます。いやー、気になるわ。早く教えてよ。あー、今から食べる、食べる、しゃべるから。この状態で喋ることもできないの。助けられた。まあ、そう、サンシャイン60はね、はい、その、あの60は処刑された人数って言ったね。言ってたね。すごい、ガチだね。正確に言うと、あの石碑があった場所が処刑場で、サンシャイン60っていうのは監獄だったんだよね。その名も巣鴨プリズンっていうね。もう名前まで出てる。巣鴨プリズン、めっちゃおばあちゃんたちそうやな。そこで、まあ、第二次世界大戦中はロシアのスパイとか処刑してたのよ。で、戦争が終わって日本は、まあ、GHQ に支配されますと。それで日本の偉い人がどん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 処刑されまくったっていうことなんだけれども、そこにはね、13号鉄碑っていう
まあ、鉄碑って鉄に扉って書いて鉄碑って読むんだけど、13といえばメイソン、まあ、13はメイソンの番号だけど、もともと悪魔としてもともと悪魔ヨーロッパとかで嫌われている番号、13ってすごいんだよ。でその13号鉄碑っていう扉を開けて、でそっからが処刑場へ続く道だったんだ。でそこに行くまでの階段の段数13です。うわぁ、爆死犯じゃん。もうね、いちいちね、絡めてくるというか、もう殺すためだけに、もう殺すためだけみたいな。で、その処刑場までの距離も13キロ。多すぎだろ。大体のどて一緒になるから大体8キロは俺らのその画像があります。おぉ、え、マジで。それがこちら。これが13号、書いてある。書いてあるんですよ。マジで、超怖いやつじゃん。そう、まあここでその、まあ、東条英機とか、もう A 級戦犯と B 級 C 級戦犯とかがこの扉をかいくぐって処刑されていったと。東郷智則も、それはお前だ。ああ、そう、じゃあここにいるお前はなんだ。地下にあったの。地下にあって、で13段上がって、で、あ、まあ地上みたいな。やば。そうで、まあこの処刑した幽霊とか、巣鴨プリズンって結構そのまああんまり言わないようにするけど、結構残虐な罰とか死体罰とか結構やってたのよ。だから結構そういう悪霊とかが出るんじゃないかっていうね、噂がね。サンシャインってじゃあ幽霊出んの？サンシャイン幽霊出ます。めっちゃ出るらしいよ、これが。そうなんですか。その公園とサンシャイン、俺ら昼間に行ったからまだいいけど、助かった。うん、深夜に行くと幽霊出るらしい。その兵士たちのうめき声とか火の玉みたいなのが目撃したっていう、そういう情報が絶えない。池袋よ、あんな公園で休憩するところで。いやでもあの公園見たらちょっとガチガチでは、うん、不気味だったね。永久平和を願ってって書いてあったからね。なんか入り混じってるね、いろんな怨念が。そうだね。で1966年、まあその巣鴨プリズンの解体して公園を作ろうっていう計画が始動したんだけど、もうどうもそのさっき言ったうめき声とか木の玉目撃情報多くて、それを工事してくれる業者が見つからなかったんだよね。いや、よく聞くよね。もういろいろ大きすぎるとやってくれなくなる。そうそう、事故とかもあるって死んじゃうとかね。そういうのがあって、なかなか公園作れなくて、でやっと1979年に公園作れた。めちゃくちゃかかってる。13です。あ、嘘でしょ。嘘でしょ。嘘でしょ。それは嘘だって。俺も今気づいた。それは嘘だって。13年です。それは嘘だって。13年。今声聞こえた。マジ？え？13ってダメなの？怖え。今気づいた俺も。それすらも測ってんじゃない？一生言わない。イニシアル。これすごいことだよ。偶然にしては。すごいことですよ。偶然にしてはありえないことですからね。これすごいことだからね。これだけでしょ今ね。なんともないおっさん出てきたもんね。もうやっと1979年に作ったはいいものの、はい、作ったこの年にある高校生3人組が近くのゲームセンターに遊んでたんだけど、ゲームセンターから出て空をふと見上げたら、これ当時新聞の記事でも取り上げられたことなんだけど、なんか火の玉みたいなやつが空から浮かんでるんだって。まあそれずっと見てたらどん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 こう降りてきて、もう手が届きそうなとこぐらいまで降りてきたんだ。いざ手を伸ばしたらこう空に向かってスーって消えていったっていう。火の玉って本当にある？火の玉あるらしいわ。本当におばあちゃん見たんです。え、そう、戦争終わりぐらいの生まれなんかな。若干空襲とかを経験してるから、その空襲とかあったような場所になんか数年後に行って、その時夜でもう火の玉普通に浮いてた。絶対そういう嘘つく、嘘とか冗談言わない人です。あ、今映ったよね。聞こえない、聞こえなかったわ。今おったって。ここはどうって。いやでもサンシャイン闇深すぎる。13絡みすぎ。サブチャンで東京行った時もう一回行ってきて。やだよ、危険だって。一人とか危ない。本当に危ないから。俺めちゃめちゃ喋ってるやん。せやな。びっくりした。全然助けてくれへん。今日から半年間チンチンだけでやってきた。それだけでやってきたの。だからね、皆さんもね、池袋に行く際はご注意ください。信じるか信じないか。めちゃくちゃ雑じゃん。嘘だろ。嘘でしょ。お前しっかりしようとか言うてないんけ。この前しっかりしてくださいよそこは。はい、ということで、はい、今回もドテズラさんの都市伝説少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイ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 。チンチン。まだチャンスあるでしょ。まだチャンスある。まあいけるね。まだチャンスあるな。まあやっぱりね、はい、13ですから。悪魔の番号なわけですよ。13号鉄碑、13の階段、うん、そして謎の怪奇現象が起きた13年後にやっと公園ができたと思ったら
空を見上げれば火の玉が映ると。おお、もうそれは嘘だって。13年